ジェラルド・アール・フォード級航空母艦はアメリカ海軍の原子力空母の艦級。先行するに3つ級と船体規模は同程度だが新技術を全面的に導入した新設計艦となっている。ネームシップの調達コストは合計130億8、400万ドル。アメリカ海軍は1958年度計画によるエンタープライズで原子力空母の建造に着手した。 同艦のコスト高騰を受けて、1961.3年度での建造艦は通常動力型のキティホーク級となったが、1967年度からは原子力空母の量産型として、ニミッツ級の建造が開始された。ニミッツ級の建造費もかなり高かったことから、1970年代にはストブル運用を想定した小型空母である、正解艦やミッドウェイ級と、 同規模の中型空母も計画されたものの、ニミッツ級は空母という艦種は同級で完成したと称されるほど高く評価されており、ジョン・レイマン海軍長官の600隻艦隊構想もあって、結局は順次に改定を加えつつ、同級の建造が継続された。1990年代には、これらの紹介造や装備機器の追加による排水量の増加と、 管内スペースの活用も限界に達していた。このことから、まず1993年に将来、海上航空基地産業部会が発足して、ニミッツ急行警官についての研究が着手された。このニミッツ急行警官は、原子力空母に関わらずにゼロベースで行われていた、ことから CVX 計画と称されており、2006年から建造を開始して、 エンタープライズの後継として2013年には収益させる計画とされた。戦隊規模としては、搭載機45機程度の中型空母から、ニミッツ級と同様に85機を搭載できる、大型空母まで検討されたほか、船系としては、先進的なウェーブピアサーやステルス戦隊も訴状に乗せられており、アイランドや飛行艦パンレイアウトの海底まで含めると70通りもの、 案が比較検討された。当初は2密級の建造を実績で終了して、直ちに CVX 計画間に移行することになっていた。ものの1998年には新技術を一気に実現することの困難さや予算的な問題から、この当初計画は実現困難であると考えられるようになっていた。この時点で CVX 計画は核動力化が決定して、 CVNX 計画と解消しており、2密級の最終10番間に新技術をある程度盛り込んだ上で、CVNX 計画間に移行するように修正されることになった。また、CVNX 計画間についても、一気に新技術を全面導入するのではなく、CVNX-1 と CVNX-2 の2段階に分けて導入する。 ニミッツ級1 0番艦まで含めると3段階を経て導入するという前進的なアプローチが採択された。しかし2002年には再び計画が修正され、CVN-78 を CVN-21 計画艦として一挙に新型空母建造に着手することとなった。新技術の実用化を後押しすべく、2004年度には予算が倍近くまで増額された一方、 CVN-77 は、二密級の紹介量型にとどまることになった。そして、CVN-21 計画館として、建造されたのが本級である。当初は2006年から建造に入る予定だったが、後に2007年に変更され、2004年には予算上の理由からさらに1年先送りして2008年建造開始とされた。上記のように、 CVX 計画の段階では従来とは全く異なる設計も検討されていたものの結局主要処刑や船舶としての基本的な性能は二ミッ級と同様なものとなった船体の基本構造も二ミッ級のものが踏襲されている主船体は機関区画を含めて11層の甲板で構成されており格納庫甲板が主甲板とされている 格納庫は2レベル分の高さが確保されており、その髪型の03レベルはギャラリーデッキ、そして04レベルが飛行艦板となっている。なお選手にはニミッツ99番艦、レーガンで導入された大型のバルバスバウが付されている。本級では飛行艦板に新開発の高強度強人口であるハスラ -115 を採用することで、所定の強度を保ちつつ軽量化し、 また対断性の向上を実現している。また船体は前後20以上の横隔壁により区分されているが、この核壁にも、やはり新開発の高強度強人口ハスラマイナス65が採用されている。これらの新素材の導入によって、上部重量の低減や排水量の増加防止、また将来発展予知の確保が実現された。 右辺後方の環境とエレベーターまた環境構造物は大きく変化した。ニミッツ級よりもかなり完備寄りに移動するとともに、レーダー反射断面積低減のため外反には傾斜が付され、フェーズドアレイレーダーのアクティブフェーズドアレイアンテナが固定装備されている。発想の構成であり、上部には機器室などに続いて太い搭乗のマストが設けられている。なお本級では、 運用コストの低減のため、全面的な省力化が図られているが、これによって捻出されたスペースの余裕を生かして、居住性の向上も図られている。原子力空母である、本級は、核動力を採用しているが、その原子炉としては、新開発の A1 バイトが採用された。ニミッツ級では、連綿と A4W2 機が搭載されてきたが、40年の、 技術進歩を反映して A1 バイトでは出力にして25%の増加が達成された。出力向上とともにコンパクト化も進められ、炉心のエネルギー密度が向上することで冷却水のポンプはより低出力のもので賄えるようになった。配管やバルブ、ポンプ、また二次冷却水の蒸気を水に戻すコンデンサーなども A4W より50%減少しており、 保守、整備の手間やマンパワーの削減が実現し、原子炉担当の当直の人数も2、3に削減できるようになった。また本級では、カタパルトとアレスティングギアの両方を電磁式とすることが予定されたほか、レーダーなども新型化され、さらに将来発展予知も求められたことから、発電能力も増強された。二密級では100メガワットとされていたのに対し、3倍に、 強化されている。さらに、炉心の寿命も大幅に延長されており、約50年間にわたって炉心交換の必要がないように設計されている。ニミッツ級では25年に1回のペースで炉心交換を含む包括的修理が行われてきたが、このために3から4年間にわたって艦隊を離れることになる上に、 建造費の半分にも及ぶ膨大な経費が必要となり、艦隊の運用面でも予算面でも大きな負担となってきた。これに対し、A1 バイト原子炉の長い炉心寿命により、本級は現役寿命中のアーコが不要となることが期待されている。なお、推進機は、ニミッツ99番艦、レーガン以降と同様、直径6.4メートルでスキュー付きの小翼式、 スクリュープロペラとされている。初着艦設備、編集船体の項に上記した通り、本級では04甲板が全通した飛行甲板とされており、長さ332.9メートル最大幅78.0メートルで、面積にして約2万平方メートルと、ニミッツ級より約11%増加した。飛行甲板上には、アングルドデッキが設定されている。 本級では、カタパルトとアレスティングギアの両方を電磁式とすることが予定された。アレスティングギアとして開発された、先進着艦制動装置は、油圧装置に変えて、ウォータータービンの抵抗によるパッシブな減速と、モーターによるアクティブな制動を組み合わせる方式を採用しており、性能的には、従来のマーク7制動装置と同様だが、より細かく機体の速度、 重量や強度に合わせた精度を実施できるように設計されている。一方、カタパルトとして開発されたのがイムルズで、こちらも出力的には従来の C-13 型蒸気式カタパルトと同程度ながらエネルギー効率に優れているほか、機体の特性に合わせて加速度を調整できることから機体への荷重を軽減でき、小型軽量の無人航空機の射出にも対応した。 さらに小型軽量化及び整備性の向上も実現された。またその後方に設置されるジェットブラストディフレクターも内部に特殊な冷却パイプを内蔵したパッシブジェットブラストディフレクターが採用された。ただしイムルズもオグも 信頼性の問題を抱えており、それぞれ 4166MCBCF と 16500MCBCF の信頼性を要求されているにもかかわらず、イムルズは747回の射出試験で10回、またオグモは763回の高速着艦で10回の重大故障を起こした。イムルズについては、トランプ大統領により、後期立て造館での非採用が主張されている。 格納、補給、編集アメリカ海軍では、超大型空母の短所にあたるフォレスタル級以降、デッキサイド式エレベーター4機の構成を連綿と踏襲してきたが、本級では、右舷側のエレベーターを1機減らして、計算機となった。搭載される空母航空団は、2密級と同様で、下機のような構成が予定されている。ただし本級では、上記のような航空偽装の改良によって、 二密級では1日120装置とされていたものを3割増しの160装置、戦時にはさらに240装置にまで増加させることで実質的な戦闘能力を向上させている。装置数の増加に対応して搭載弾薬量は二密級からほぼ倍増した。なお本級では弾薬移送用エレベーターも電磁式とされており、 新開発の先進兵器エレベーターが採用された。右舷の2機の機体移送用エレベーターのそれぞれ、監視側と飛行甲板の右舷張り出しの最前部の計算箇所に設置される。ただし誤動作の問題があり、設置は遅延して、艦自体の収益遅延につながった。フォードでは、レーダーとして、捜索用の案、スパイマイナス4、また多機能型の案、スパイマイナス3を搭載しており、 三面のアクティブ、フェーズドアレイアンテナは、いずれもアイランドに固定装備される。これらのレーダーは統合されており、デュアルバンドレーダーとして運用される。スパイマイナス4は、S バンドを使用して到達性に優れており、VSR として、遠距離での捜索、補足を担当する。スパイマイナス3は、X バンドを使用して、精密操作能力に優れており、MFR として、 スパイマイナス4の情報に基づいて、目標を補足、追尾し、艦隊空ミサイルの誘導までを担当する。ただしこれらは、高コストであり、2番艦では、より低コストの機種に変更されることになった。候補としては、イージス艦向けのアンドアをもとにした、イーズが検討されている。並走面では、二密級とほぼ同様で、エスムの八連装発射機2機。 ラムの21連装発射機2機、20mm、CIWS が3機とされている。ただし本級では、レーザー兵器システムなどの指向性エネルギー兵器の後日装備も想定されており、そのための電力供給も設計に含まれている。ニミッツ級と同じく、アメリカが主衆国において、原子力空母の建造を及び、 燃料防空艦を唯一行うことのできるニューポートニューズ造船所が建造を担当している。アメリカ海軍は原油の2密ッ急航空母艦11隻に変えて2030年代末まで日本型艦を12隻体制とする方針であり、一方でアメリカ議会予算局は2013年の連邦支出削減報告書で本級の建造を2番艦で中止することで 178億ドルが節約できると指摘している。キティホーク急行空母艦アメリカの退役軍人協会は、本級の一番艦である CVN-78 をアメリカと命名するよう運動を行ってきたが、最終的にはジェラルド・フォード第38代大統領の名が命名されることとなった。なお、アメリカの名は、 アメリカ級強襲揚陸艦の一番艦であるラマイナス6に付けられた。同様に二番艦である CVN-79 についても命名について様々な憶測や提案がなされた。2007年12月7日にはハリー・ミッチェル下院議員が真珠湾攻撃66周年記念式典において CVN-79 をアリゾナと命名することを提案した。また一部では c v n 6十五エンタープライズが本級の一番艦である CVN-78 ジェラルド・アルフォードに置き換えられる形で退役する予定であることなどから CVN-79 をエンタープライズと命名するよう求める請願署名をネット上で募る動きもあった。しかし2011年5月29日、霊明バス海軍長官は CVN-79 が ジョン・カイ・ケネディと命名される予定であることを発表した。ジョン・カイ・ケネディの名は2007年に退役した、キティホーク級の4番艦 CV-67 以来2代目となる。2012年12月1日、CVN-65 エンタープライズの退役式典において、黎明バス海軍長官は、CVN-80 がエンタープライズと命名されることを発表した。 エンタープライズの名は、同艦で9代目となる。2020年1月20日、アメリカ海軍は、フォード級4番艦、CVN-81 に、アフリカ系アメリカ人、ドリス・ミラー3等水自兵の名前を付与する意向と、発表した。ミラー氏は、新自安攻撃時戦艦ウエストバージニアの一等、旧自兵であるにもかかわらず、死亡した水兵の代わりに、基銃座に座り、 日本海軍機相手に勇敢に戦い、その功績によりアフリカ系アメリカ人として初の海軍十字章を受章している。同志の名前が使用されるのは1991年に退役したノックス級フリゲートミラー以来2回目。空母に水兵の名前が使用されるのは今回が初である。ありがとうございます。